生活維持賞は、星新一の短編 SF 小説。書質は、宝石1960年11月号。戯曲や舞台化のほか、2008年の NHK 総合、星新一賞とー,ートでアニメ化された。よく晴れたある日、勤務先へ出勤した男が上司へ挨拶すると、上司は本日の仕事として何枚かのカードを手渡してきた。男は、 早速同僚と車に乗り込むと、カードに記載されている住所を告げ、勤務先である生活維持賞を後にした。その道中、男と同僚は、穏やかな街並みや道行くカップルから自分たちの将来に思いを馳せ、こんなに平和なのは政府の方針のおかげだとつぶやく。政府の方針のおかげで、すべての国民に十分な土地が確保され、 公害も犯罪も戦争も自殺者も交通事故者へも存在しない健康で文化的な世界が実現したのである。たった一つのことを除いて男と同僚はカードに記載されたとある人物の住む家へと到着する。呼び鈴を押し応対した女性に対し女性の娘の名前を告げる。女性から身分を尋ねられた男が生活維持症の役人であることを示すと女性は 死神と口走ってそっと押しかける。女性は震えながら命いよし、娘の身代わりになることを提案するが、それは法律で禁止されているとして却下される。男が娘の所在を尋ねると、女性は娘が外出中であることを告げ、さらに政府の方針を非難し始める。それに対して男は国民がこのように平和で自由に安心して生活するためには、 皆で決めた方針に従うしかない。皆がわがままを言い出してこの方針をやめたら、たちまち昔のように、人口爆発、都市開発、治安の悪化、交通事故が発生し、生活水準は下がり、ノイローゼや自殺、貧困と暴力が、公害や犯罪をはびこらせる。行き着く先はいつも同じ戦争です。といった内容のことを言い、女性を論破する。実は、 政府の方針とは徹底した人口制限である。毎日生活維持省のコンピュータで年齢、性別、職業に関係なく完全に公平に選抜したものを殺処分するのである。男と同僚はその業務を遂行する執行官だった。そこへ女性の娘が帰宅するためにこちらへ向かってきていた。 男は娘に気づかれないように玄関の物陰に隠れ、娘を射殺した。男と同僚は車に戻り、同僚が次の行き先を男に尋ねる。すると、男はなぜか、さっき通った小川のほとりが良いなという、休憩でもするつもりなのかと同僚が尋ねると、男はカードに記載された自身の名前を見せた。そして男は、 生存競争と戦争の恐怖がない世界でこれだけ生きれて楽しかったな、とつぶやくのだった。初出リスト制、新一公式サイト、ありがとうございます。